こんにちは、ドリキンです。実は先日に続いてまた今日もちょっとネズミさんが歯医者に行くので、またこのリッチモンドエリアに来てるんですけど、今日はこれ、ついに RX0 Mark II をちゃんと SD カード持ってきたんで、これで車載カメラと今この動画も RX0 Mark II で撮ってます。実はこのカメラやっぱり Vlog で もっと使えるんじゃないかっていう気が。で、アナモルフィックレンズつけてるんで、これがすごい楽しいんで、ちょっと今日、まあ、これ以上にどのくらい撮るタイミングがあるかわかりませんけど、少し久々に RX0 Mark II 使っていこうと思います。今一応これで、シャッタースピードをオートにして、320分の1にシャッタースピードが上がってますけど、これでなんとか、白飛びが抑えられるレベルですね。F4 で ISO が125までしか下げられないから、やっぱ ND フィルターないのはちょっと辛いですね。早速またこのタックライフに救われるチャンスが来ました。この RX0 Mark II が全然バッテリー充電されてなかったんで困ってたんですけど、こいつで充電できると思います。前回バッテリー一回ジャンプスタートしたけど、本当にバッテリー 3% しか減ってなくて、バッチリ今これで RX0 Mark II を充電しております。じゃじゃーん。せっかくだからちょっと今車屋さんでここで排気ガスチェックしてもらって車検通しちゃいます。こっちはねもうほんと排気ガスチェックだけすればオンラインで車検通るんですよね。しかし久々にこっちのエリア外に出てみるとめちゃくちゃ寒いです。気温ほんと5度ぐらい違う印象。奥に前の前に住んでた家が見えます。このスーパーもたまに使ってましたね。結構使えるんですよね。映画館とか一回も行ったことないけど、未だに営業できてるんでしょうか。なんか無事終わったんですけど、普通に車がどっかに適当に路駐してるから持って帰ってって言って鍵渡されました。このコーナーを抜けたあたりに止めといたみたいな。あったあった。あ、よかった。置く場所ないからっていうことみたい。いやー、だいぶ綺麗になったはずです。いやー、すっきりしました。なんかもう洗車したの数年ぶりな気がします。さあ、もうせっかくここまで来たから、前回来れなかったニジヤに、基本的に結構食料は十分なんですけど、ニジヤでしか買えないものを買っていきます。さすがに人数制限してますけど、この時間帯なら入れるかな。ここで一応チェック。ちょっと買うって言ってたはずなんだけど、結構買ってますね。あー、でもなかなか快適に今買い物中です。なんか最近ポテコ以上にこのベビースターにハマってるんですけど、日本に行ったあたりからかすごいハマったんですけど、これアーティフィシャルスパイシーフレーバーとか、ね、人工辛味調味料すごい押してますけど、あ、こっちにも人工チキンフレーバーをしてますけど、そう、売りになるのかな。ちょっと買っちゃおうかな。一種類ずつ買ってみます。お酒もすごい充実してて、なんか久々に来たらめっちゃ充実してますね。いやー、なんかすっきりしてます。うわ、危な。なんかいきなりすごい行列になってました。ギリギリ空いてる時に入れたっぽいです。ラッキー。さあ、ただいま。ちょっとここに帽子をかけつつカバンを置いて、さあどうでしょう。ちょっとできたんじゃないですか。じゃ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 ーんと来たー。これは余分なサポート作ってないんで、もう出来はバッチリですね。精度バッチリじゃないでしょうか。あとはケーブルがきっちり入るかどうか。多分ね、これはいけますね。ここをスポット入れてささっと。サイズ感バッチリ。全然完璧です。ここつらいち。
じゃあ今日に乗じて3個目、3号機も見るとスポンと、いやバッチリですね。これはバッチリすぎました。これ3個は成功したんで、全部プレーンに、特にこう突起とかもなく単体で動くタイプですけど、ちょっと4個まで作り切っちゃいます。ちょっと今暫定的にていうかもうこれでいいんじゃんっていう、このゴム止めで十分自立してるしいいんじゃんっていう気もしますが、これでストンストンストンできたー。これがやりたかったんですよね。スポッスポッスポッ、こんな感じで簡単に SSD をPC にマウントできるっていうのがやりたかった。どうでしょうか。まだこの3台目の、違う、これ最後です。4個目の印刷がまだ終わんないんで、今日中に完成できるかな。いや、しかしサンフランシスコ寒いです。急に寒くなりました。今もう窓を開けてたらちょっと肌寒いぐらいです。ちょっと今これ掘り出してきました。これこのマイクを覚えてる人がいたら相当なドリキンマニアですけど、このオクタバのショットガンマイク、コンパクトショットガンマイクをちょっとこのブラックマジックポケットシネマカメラの 3カメ側につけて、この音を撮ってます。やっぱりファントム電源取れるマイクを全部つけておくとバッテリーの音気にしないでいいんで、1カメは MK600、 2カメが、アストンオリジン、そして3カメにこのオクタバっていう状態で、ね、どのカメラでもバッチリ音が取れるっていうのはかなり保険になるんじゃないかなと思って、今123で、これどうですかね。この 3D プリンターのところとかもここで朝撮りとかできたりするかな。このズームがある程度この感じでズームもいけるから、じゃじゃんと今日こんな感じ、今はこんな感じで、まだ全然印刷中なんですけど、さあどうなるやら。ということで、よし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 。すごいことになってます。じゃあ、いざ行きますよ。行けるのかな？アイディアとしては、もうこの土台を作ってあげて、ここに、もう一気に全員をはめ込む。入ってくれ。全員が仲良く。あ、来た。来た。来たよ。完成じゃないですか、これ。ちょっとザカ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 うるさいですけど。完成した気がします。単純なことですけど、いけた。じゃん。どうですか。ちょっとまだ下バリ取ってないですけど、もう単純に思ったんですよね、これ。単純にもう土台作って、そこにぴっちりはめ込めば、まあ必要であれば上側にももう一周作って、上と下ではめ込めばいいと思ったんですけど、多分これ上、下だけでも結構ぴっちり合成感があるんで、下だけはめ込む。まあ気持ち、上もはめるとさらに気持ちしっかりするとは思いますけど、まあこれで、めっちゃいい感じに。デザインもなんか良くないですか？なんか変に溝作ってはめ込むよりも、こっちの方がデザイン良くなった気がします。これで、ストンと。こっちか、ストンと。こんな感じで。全部ストンストンストンと、これ4つはめ込めば、うわ、完全に当初の予定計画通りの完璧、僕が理想としていたものが、こう、まあカメラから外してきたらストン、1カメ2カメ3カメ ISO みたいな SSD をソンソンソン刺すっていう、これで完成じゃないですか。いやー、やっぱりね、押してダメなら引いてみる的な感じで、切り替えたのが良かったかもしれないです。素人には、この、
何ですかね、あのはめ込みの部分を作るのはやっぱり僕の今の経験値では全然足りなかったのと、あと意外とやっぱりこの 3D 印刷した時にできるだけサポートとか使わずに綺麗に印刷できる方法を考えた時に、このオリジナルの形状は非常にシンプルだったせいで、このまんま印刷ができたんですよね。でも下手にこういろいろ複合的な出っ張り作っちゃうことでサポートがないと綺麗に印刷できなくなっちゃうっていう弊害もあったんで、やっぱそこら辺も考えて設計するといいのかもしれないですね。いや発想の転換、我ながらグッジョブな気がします。一応この頭ももう一個作って上下ではめる、まあ気持ちのも全然ここグラグラするとかないんですけど、まあ気持ち的にデザイン的にももしかしたら両方でこうはめた方がかっこいいかもしれないんで、ちょっともうちょっとだけやって、いやーでも感慨深い。これかなり色とか変えたいですよね。ここの土台部分とこのマウントの部分色変えたりすると結構アクセサリー感も出ないかな。すごいいい感じにケーブルも綺麗に出たし、いやーこれはもう我ながら満足度高すぎです。今日はよく寝れそうです。なんか自分も本当に結構これやり始めてから寝不足なんですよね。なんか気になっちゃってなんか寝てても あそここうすればよかったかもとか思うとなんか目が覚めちゃう時があったりして、ってことでこのもう一個同じパーツを印刷、最後に印刷してこれで本当に締めにします。これもう一個だけ印刷して終わりにします。あとこのバリトンナってもなんか足みたいにいい感じだったんですけど、取ることで、あ、いい、さらに綺麗な感じになりました。ちょっとこれ見せたい。これ今バリ取ってなかったんですけど、あの下の土台取ったらさらにスッキリで、これもうちょっとした既製品ばりなそれ言い過ぎですかね、既製品ばりな綺麗さが出てきたような気がしないでもない。いや安定感もあるし、あ、これ上いらないかな、もうこれでバッチリな気もしますね。非常に綺麗に収まってるし、まあ一応やってみますけどこんな感じです。改めましてドリキンです。ブラックマジックの小部屋にようこそ。ですね、今日ちょっといろいろ実験してたんですよね。実はこの ATEM ミニプロアイソ、これ本当にマルチカムで複数のカメラのデータを勝手に同期してくれてダヴィンチのプロジェクトを作ってくれるっていうのがまさに神だと言って、もう最近僕はハマりまくってますけど、実はこれ単に一回録画した時に一回のプロジェクトを、まあ同期したプロジェクトを作ってくれるだけじゃなくて、僕マニュアル読んでた時にあまりどのくらい意味があるのかなって実はあんまりピンときてなかったんですけど、実はこの追記してくれる機能があって、多分これSSD を抜くまでの間だったら、その録画停止ってしても、毎回プロジェクト作るんじゃなくて、1個のプロジェクトにこの録画を取りだめてくれるんですよ。っていうことは、朝から晩までひたすらこの ATEM Mini で録画を繰り返してたら、もう勝手にタイムライン、Vlog のタイムライン実は全部できちゃうんじゃないかっていう、ちょっとそういうことに途中で気づいて、今日途中からこの、3カメとかを使ったりとかして、これでここら辺とかここに近づいた映像とかを撮ってたのはまさに、なんかその連続してちょっと今ピントどのくらいうまく説明できるのかわかんないんですけど、なんせその1回の録画停止ごとにプロジェクトを作るんじゃなくて、追記っていう風な感じで1個の1まあ1回のセッションみたいな感じで SSD 挿してる間のプロジェクトはデータは一個のプロジェクトに追記されていくっていうのが、実はすごい、さらに、単にマルチカムを便利にする以上に、もう本当に一日分のプロジェクトが、Vlog のだから一日この部屋だけで仮に Vlog 撮ってたら、もうこれで一日のタイムラインができちゃうんじゃないかなっていう、ってことは、
4日目必要みたいな、今、自分の中での、こう、もう、何ですかね、理屈が、こう、成立、こう、自分を説得する完璧な、こう、理由付けができてしまってるところがちょっと怖いところではあるんですけど、まあちょっとその実験も兼ねてやってるんで、で、ただなんかうまくピントとか合わせて、マイクとか合わせてどのくらいうまく撮れてるのかがわかんないんで、もう一回改めて説明しておきますと、じゃんと完成しました。ドリキン特製 SSD、サムソン T5 SSD フォルダー。これをね、ついに完成させましたよ。で、これ、究極完成形でちょっと上蓋も作ったんですけど、さっきまではね、下だけ作って、完成でもいいかなと思ってたんですけど、まあやっぱもうほとんどね、下の土台がこれで抑え込んでしまえば、全然ガタつくこともないし、特になんかバランス悪いって不安はなかったんですけど、まあ見た目的にちょっとなんかこう、ローマの建築物みたいになるかなっていうのと、あとまあ一応ここにちょっと空間が、最後の一個だけ空間が空いてるんで、まあここを蓋する、なんか板の素材だけ作ってもいいかなとも思ったんですけど、まあなんかこの上側も同じ感覚で、まあこう、二個、上と下で両方から押さえ込んであげると、バランスいいし、まあここも塞げられるし、みたいな、いい感じになるんじゃないかなと思って、これで、完成形です。最後これケーブル取れなくなって、結局この、結合は外せなかったんですけど、このケーブルを、救出するために、もう無理やり瓦割りですよ。パコッとここ割って、なんとか、ケーブルを取り出したんですけど、まあここら辺の紆余曲折を得て、この、もう結果ほらこっちの方が全然見た目もスマートで、個人的にはめちゃくちゃ気に入ったんで、これで、しばらく運用していこうと思います。第一弾はこれで、一旦完成でいいんじゃないでしょうか。これ、本当に満足度高い。いやー、これ結構ね、需要あるかな僕しか喜ばない。でもこういうニッチな製品が作れるところが 3D プリンターの魅力なんで、本当に、おすすめしたいです。ちょっと机の上まだ荒れてますけど、いきますよ。シャキン、シャキン、シャキン、シャキン。どうですか？これがやりたかった。Yeah, start to clap. And I start to clap.